さんと野沢雅子さんでございます。どうも。お二人がつまり同じ声をですね、アニメーションの中でやってらっしゃる見てる人の主役の方ですけれども、ドラゴンボールってやっぱすごい人気ですか？très bien très bien très bien。これとその他にもいろんなお仕事あるんですよ。オクトの剣、オクトの剣みなしど八、みなしど八ですよね。野沢雅子さんも皆さん、まあ、アニメーションのタイトルでよく名前出るでしょ、野沢雅子。実はまこね、今ね、国がね、どうしようもない不安なんで、今ちょっと国待ってるよ。まこじゃあ言ってみろ。にゃんこ先生、いいくださーなじゃ大剣もんちゃんと空中3回転いくぞ。ということでございますがね、さて今日はね、ここで皆さんに大変面白いことをね、二人にやっていただこうと思うのは、二人とも悟空の役なんです。ドラゴンボール Z の中の悟空は野沢さんにお願いします。そしてご飯ちゃんはですね、息子ですね、息子をお願いしたいと思います。フランス語と日本語でやっちゃってどんなになっちゃうかなと。それじゃあ始めてもらいましょう。楽しみですね、はい、お願いしましょう。Je m'appelle Sangohan, et toi? Oh, attends! Au secours! Au secours, je suis noyée! Gohan! Comme là! Au secours! Gohan! Papa! Maintenant, il va passer bientôt! Gohan! ということでございまして、なんとフランスのドラゴンボールのお二人でございました。メシボク、サンキューベリーマッチ。どうもありがとうございました。メシボク。